丸広百貨店、丸広百貨店入間店、丸広百貨店入間店は、埼玉県入間市にある、丸広百貨店の店舗の一つ。入間市駅南口から、埼玉県道226号、入間市停車場線沿い徒歩5分に位置する。1989年10月に開店。ストアコンセプト、生活共感館。 日本テレビ系列の報道番組、スーパーテレビにて、開店準備の様子が、放映枠すべてを用いて紹介された。なお、現在ではサイス及び、一方とと結ぶペデストリアンデッキが2階に、接続しており、6階には、ノク国や、書店イルママルヒロ店が入っている。2003年秋、食品フロアと、その他の一部フロアにおいて、開店以来初となる。 大規模なリニューアルが行われた。開店以来手付け数だった食品フロアは、セルフコーナーが狭く、各テナントが入り組むなどして、見通しの効かないフロアだったが、リニューアルにより、テナント名店エリアとセルフコーナーがそれぞれ独立。セルフコーナーは、大幅増床されたことで、開放感ある売り場に生まれ変わった。また、このリニューアルと同時に、店舗正面外壁6階付近と、 駐車場棟外壁最上部にそれぞれ丸広ロゴの看板が取り付けられた。2011年家電量販店の島をテナント誘致するなど直営売り場の大幅縮小となるリニューアルを実施。2012年にはの島が一フロア縮小の上で家具店を誘致。ありがとうございます。